どうもクーニンでーす。皆さん今ですね、ウォータースタジアムに来てます。ここで今ですね、アンダー18の軟式国際野球大会が行われているんですけども、世界各国の軟式代表チームが今来てるということで、今日はですね、来年から本格的に使用されるこの軟式の新しい企画 MQ ですね。この MQ について使用感、皆さん触ってみてどういう風に思うかっていうのをね、動画にまとめたいと思います。MQ と違ってどこが違うかと言いますと、まあ、重さが約2から3グラム重くなるというのと、ボール自体が硬くなって跳ねなくなるっていうような特徴があります。それでは早速行ってみたいと思います。今ベトナム代表のチームのところに行ってるんですけれども、ちょっと MQ の感想を聞いて回りたいと思います。左手が普通の MQ ですよね。右手が MQ ですよね。はい、じゃあ一緒の通してもらいまして、エースのズンさん、今日本に留学中なんです。めっちゃインテリな感じしますね、エースの。ベトナム の全国大会優勝投手。おお、はいはい、どうぞ。大きな声で聞きなさい。そうそう、どっちの方が好き？全然大変。これが新しい、これ今のやつ。新しい。はい、ああ、そう。もっと好きらしいです。はい、もっと好きです。公式ってやったことあるんですか？いや、いつも公式なんですよ。あ、そうなんですか。軟式で練習せずに公式でやってるんですか？公式なんです。軟式がベトナムなくて、はい、公式で練習してて、この大会のためだけに軟式を練習してきました。そんな感じなんですね。だから、道具を売ってるお店がまずベトナムないですから。じゃあ、ボールがあればできるんですか？はい、だから私が日本帰るときに、はい、持ってきてもらって、持ってきたり、友達に頼んで持ってきてもらったり、はい、で彼らも外国から、はい、輸入したりしてグローブとか。あ、そうなんですね。ボール送りましょうか？送ってほしい。A 級。送ってほしい。言ってみますよ、それ。はい。A 級送ればいいんですよね。A 級、はい、はい。いただければ。フルでもいいんですか？あ、全然いいです。フルでも。あ、そうですか。練習球すらも本当にない状態でやってます。そうなんですね。だから本当にあれですよ。新聞紙とか丸めて、とか、バドミントンのボールとかで。あ、そんな感じなんですね。ちょっとそしたら、はい、なんかちょっと考えてみます。はい、わかりました。はい、行きまーす。声よ声よ。彼はシンガポール。シンガポール、はい、マレーシアです。マレーシア、シンガポール、はい、合併チームですもんね。ぜひちょっと触ってください。はい、ありがとうございます。どうですか、どっちが使いやすそうですか、今の A 級と M 級で。Which one is easier to use? Is easier to use? あ、はい、M 級の方がいいですか。それはなぜですか。滑らかで持ちやすみたいです。あ、持ちやすいですか。公式みたい。公式みたいですか。公式やってる方からしたらこっちの方が使いやすいかもしれない。もちろん。マレーシアとかシンガポールでは軟式で練習してるんですか。いや、全部公式でやってるんですか。軟式は本当に今回が初めてです。軟式ではやらないんですか。やらない。みんな公式です。公式みたい。公式みたい。公式みたいです。でも使いやすそうだよ、うん、普段から公式してる身としてはあんまりこう違和感なく使えそうですね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい、台湾のエースの中さんに来ていただきました。よろしくお願いします。マックスは何キロですか？140キロ投げるんですか？すごい。そんな140キロ投げる中さんに来年からの新しいボール MQ をちょっと触ってもらって感想を聞きたいと思います。 3g 重くなって硬くなって跳ねなくなるんですよ。もういいじゃん。これ感觉いいのもいいわ。对对对对对感受一下你觉得怎么样。对对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 。どうですか、触ってみた感じ。感じ怎么样。ちょっと硬い。硬いですか。硬い。比较像ポップ。
HQ に似てる感じ。ああ、でもそんな感じだと思います。そんな感じ。はい。羽具合も似てるかもしれないです。そうですね、ここの縫い目以外の部分にディンプルってのがついてザラザラするようにしたんですけど、はい、ちょっとそこが一番特徴的ですよね。どっちが使いやすそうですか？いやー、ないがみじゃん。それがこちらはちょっと MQ の方が良さそうですか？ちょっと滑らなそうだから、はい、投げやすそう。あ、そうですか。ピンタン台で切る状況で、あ、やっぱ普段使ってる、はい、あのボールと練習の時に使ってるボールと似てる。普段何使ってるんですか、ボールって？HH。 あ、 H でやってるんですか？ H 級で練習してるからこっちの方が似てるっていう。あ、確かに確かに似てます、似てます。なんで H 級でやるんですか？高校の軟式は H 級を使ってるんです、はい、あ、そうなんですね。ちょっとビザーすることはちょっと、まあ俗にこっちで言う準公式ですよね。日本だとそれ準公式って言って大学からなんですよ、はい、基本大学生 の、 その準公式チームが使ってるっていう感じなんですけど、台湾だとこの HQ を使ってるからそっちの方が分かりやすい。へえー、いや、それ面白いですね。じゃあ A 級っていうのはないんですか、台湾には？台湾有 A 吗？没有，台湾 A 要从日本。台湾的 A4 就是要从日本。日本から来てるから A 級を使うことはない。ないですね。じゃあ、あれですね。じゃあ A 級でちょっと統一でやられるっていうのはちょっと不利なんですね。でも日本からこう輸入してくるからちょっと高いんじゃねえかっていう心配があります。ああ。なるほどですね。なるほどですね。それはあるかもしれないですね。はい。でも普段から H 級でやってるんですよね。そうですね。はい、だから多分こっちの方がいいんじゃないですか。ああ、そうですね。はい。やるならそっちの方がいいですよね、絶対。韓国では軟式って A 級なんですか？軟式はないですね。軟式ないんですか？はい、普段どういうボールでやってるんですか？高校野球と同じ硬いボール。硬いボール。ハードボール。硬式野球。ああ。そうなんですね。これいいですか？あ、じゃあこれどうっすか、触ってみて。ちゃんとなんか指に近くある感じ。わかります。今やってる A 級と比べてどうですか？こっちがいいです。こっちがいいですか？こっちがいいです。なるほど。当初の方どうですか？韓国のマネラ。韓国のキャプテンの方にも触っていただきます。柔らかくていい。柔らかくていい。柔らかいって感覚なんですね。普段公式なんですよね。じゃあこっちの練習機と比べてどうですか？いこいこ。いわらチャインじゃん。よんち。こっちが柔らかくて、セロン。こちらは仲良く投げやすい感じがする。 M 級の方が投げやすいんですか？まあ、普段でもこれでやってるんですもんね。普段これなんですよね。韓国ではこれやってるんですよね。で、軟式の国際大会が近くなるとこっちで練習するんですか？ああ、そういう感じなんですね。まあ、そしたらこれと比べたら、まあ、これ硬くていいってことですよね。ああ、そういうことなんですね。わかりました。ありがとうございます。いや、正直韓国で公式やってて、こっち来て軟式するのどうなんですか？硬い。硬いんで。ああ。ちょっとやりづらいです。やりたい。守備とかも守りづらい感じですかね。バウンドのこの合わせ方だったり、はい。打つのでも、仕方も近さにするんで。はい。バット何使ってるんですか？バット、公式バット。公式バットそのまま使ってるんですか？アルミニウム。900グラムですか？アルミニウムで世界大体800から900ぐらい。ああ、重たいバット使ってるんですか？軟式っていうのは1個もないんですか？軟式がないです。軟式が野球なんかみたいな。あ、軟式は本当に1チームもないんですか？あんまないですね、ないですね。で、こういう国際戦で初めて軟式触るみたいな。でもさっきのなんか線が入ってるボールは売ってるんですよね。これは売ってるんです。これ日本で買った。日本で買った。取り合わせた感じだと思う。日本で問い合わせたんですか？多分問い合わせた。なんで永久買わないのかっていうところです。そうなんです。これだったんですよ。あ、そうなんですか。これがこれだった。ピッチャーがマウンド上がってビビったんです。へえー。
そういう感じなんですね。どっちが面白いですか？公式の。まあそうですね、普段公式してるとそうですよね。中学校まで軟式使ってたんです、はい、高校から行きたいから卓球に変わった。ああそうなんですね。あ、中学校は軟式だったんです。日本にいたんです。ああそういうことですか。韓国は軟式ないです。ないですね。全部ハードコースで公式ばっかり。エースの方マックスは140キロぐらいですか？你最快球速多快？135ですか？今日マックスぐらい出てましたよね。135出てましたよね。そうですね、まあ、うちは今日一番速かったのは139だったんですけど。なんか、はい、あの指先の感触がちょっと、はい、あのなんかついてるみたいな感じ、はい、それはいいんですか悪いんですか？这是好还是不好？気持ち悪い感じですか？反正总是不习惯对吧？なんかちょ、まあ、要するにちょっと慣れないって。硬さはどうですか？那个硬度呢？硬さはだいたい変わらないって感じ。あ、変わらないですか？だいぶ変わりますけどね。変わらない。普段は A 級で練習してるんですか？普通の公式です。あ、A 級じゃなくて。あ、A 級じゃなくて公式でやってるんですか？そうです。はい。A 級なの軟式のボールはこっちに来てから調整で使う感じですか？そうですね。あとは出発する前にちょっとあのトレーニングとかで。就已经累死了，这个啊，对，就是对意味的一个比赛。ですね、もともとみんながまあ中国の各ところから来て、で普通であの高級でやってるんです、高級でやってるんですけど、で去年から、この試合に誘われて、でみんなが集まってまた練習し始めたって感じです。あの軟式。軟式のチームっていうのは向こうはないんですか？咱们那边有软式的球队吗？表示的。没有专打软式，没有专打。専門的に軟式をやってるチームはあんまりないですね。あんまりってことはちょっとあるんですか？有，就是职业队没有，然后就是一点是一个队都没有，还是说就一个队都没有？我们这都属于那个硬球杆，硬球杆。一つもないですね。硬球杆。今回のために、まあ、興味がある人をこう集めた。興味がある人じゃなくて、公式で上手い方を集めてる。そう、上手い方を集めて。公式のエリートに軟式させてるって感じなんですね。あ、还是喜欢 A 球。両方比べるとやっぱ A 級の方が。あ、いいんですか。はい。なるほど、そういう感覚なんですね。そうです。なるほど。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい、という形でした。どうですか MQ 触ってみて。ちっちゃく感じる。ちっちゃく感じる。あ、大きさは同じなんですけどね。山が小さいです。ちっちゃく感じる。確かに確かに。だい、それちょっとバウンドさせてみてください。でも全然違う。このボール感があんまりね。硬いね。硬いけどちょっと小さくにしちゃう。あのファールゾーンからフェアゾーンに行くような、あのキュルキュルキュルっていう打球は多分打てないですね。僕らやった感じは打てなかったんで。硬いちょっと怪しい。だブンブンがあの軟式でエルボーガードを買ってるけど、まあ、バカにできないっていう。あいつは先端行ってたんやなっていう。それを見越してあいつはエルボーガードやってたんやなっていう。下手したら骨折とかあるかもしれないですね。飛びやすくなるんですよ。いや僕は飛ばなかったですけどね。今のバットル打つと石ころ打ってる感覚でしたけどね。ビヨンドでやるとバットも変わるんですか？ビヨンドも使えないです。ビヨンド使えないことないんですけど、あの打感がなんかこうしんどいなっていう。本当にあの石ころを打ってる感じのちょっと重たいゴリっていう感覚で、まあ、ちょっとビヨンドとかスイートスポット広いじゃないですか。広いけど広い中でも本当にドマシンで行かないと飛ばない感じっていう。はい、ということで MQ を各国の選手に触ってもらったんですけど、結果から言いますとですね、各国の皆さん普段練習では公式を使ってやってる方が多くてですね、あんまり普段から軟式ボールを触ってないというね、衝撃の事実が分かりました。ということで MQ の検証動画は以上となるんですけども、
まあ、M 級の前にですね、そのボールに対しての世界各国の課題が見えたということで、まあ、ちょっとね、軟式ボールを世界にいかに定着させていくのかっていうことですね。特にベトナムなんかはね、あのボールを本当欲しがってたので、そういったところもクーニン TV が若干架け橋になれればいいのかなと、まあ、別の課題が見えたという形でしたね。ちなみにこちらの内外ボールなんですけども、今キャンペーン中でして、個人の方に M 級ボール1個プレゼントしていきます。応募方法はこちらです。 M 級がですね、100名の方に当たるかもしれませんので、ぜひ応募ください。それでは今日の動画は以上となります。失礼します。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。